たんだよ。もう見ないって言って。アンニョンキムチはもう見ない、アンニョンキムチはもう見ない、アンニョンキムチはもう見ない、アンニョンキムチはもう見ない。しましょうか。あの人と歩いた横浜の街、石川町の坂の上、ヤクザの家の周りを歩いて回った。8月ドーベルマンが吠える中、崎陽軒のシュウマイ食べながら歩いた。石川町、金持ちイコールヤクザだね。あの人はそう言った。変わったことが好きだった。ただの変な人とは知らず、全力でヤクザの家を歩かない、ドーベルマンに吠えられない。あなたと一緒に歩きたかったのは中華街。ブラタモリ気取ってヤクザの家を解説しながら歩いた。本当は私そんなの嫌だった。ところであんた、アンニョンキムチを知ってる？アンニョンキムチはもう見ない、アンニョンキムチはもう見ない。あの人と一番たくさん出かけたところは目黒寄生虫博物館。その次にたくさん出かけたところは秩父珍石館。どこを見ても虫、どこを見ても石、ディズニーランドやディズニーシー。そんなポップなところ行くべきじゃないよね。あの人はそう言った。変わったことが好きだった。ただの変な人とは知らず、全力で愛した。目黒に行くなら森美術館、秩父に行くならライン下り、せめてあなたと一緒に行きたかったのは豊島園。タモリクラブ気取って虫や石を解説しながら歩いた。本当は私そんなの嫌だった。ところであんた、アンニョンキムチを知ってる？アンニョンキムチはもう見ない、アンニョンキムチはもう見ない、アンニョンキムチはもう見ない、アンニョンキムチはもう見ない。あの人の部屋で見た映画、大ヒット映画なんてつまらない。見るなら CQ 映画だね。あの人がそう言って二人で見たのはアンニョンキムチ。キムチを食べ続けるだけのあの映画、つまんなかったわけじゃない。でも私があの人と本当に見たかったのはタイタニック。アンニョンキムチはもう見ない、アンニョンキムチはもう見ない、アンニョンキムチはもう見ない、ほぼ毎日あの人の部屋で映画を見た。テレタマで3ヶ月に1回はやってる。あの映画、あの映画も見るのが苦痛だった。つまんなかったわけじゃない。でもビキニの女の人が30分に一度叫ぶだけのあの映画、ビキニの叫び、ビキニの叫びももう見ない、ビキニの叫びももう見ない、もう見たくないと言ってあなたの T シャツの裾を引っ張った。あの裾の伸びたあなたの T シャツをもう私が畳むこともない。ところであんた、アンニョンキムチを知ってる？アンニョンキムチはもう見ない、アンニョンキムチはもう見ない、アンニョンキムチはもう見ない。